氷点下が続く1月の九十連山。九州では珍しい白銀の世界を楽しもうと、冬山登山に訪れる人も少なくありません。標高1791メートルの中岳の山頂付近にある三池。枯れることがない火口湖もこの時期は一面真っ白な姿に変わります。凍てつくような寒さの中、こちら三池ではこのように池の水が全部凍っています。厳しい寒さで進む湖面の氷結。昨日は人が乗っても大丈夫なほど氷の厚みがありました。冬山の醍醐味である氷渡りができるとあって、多くの登山客が思い思いの方法で自然のスケートリンクを満喫しました。わ、こっちを滑るな。滑れる、ここ。刺しながら本当割れないんだみたいな感じでそんなアイススケートみたいなとこないんで、本当すごい楽しんでます。この時期の登山は九十連山を踏破した達成感に加えて、自然の雄大さに圧倒される絶景が待っています。